ケイコです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回の動画はカメラの選び方の完全版です。カメラを買いたいんだけど何にすればいいか迷ってます。ケイコさんはこのカメラどう思いますか？こんなスペックのカメラはどうですか？そういったコメントを本当に毎日のようにいただいています。今までの動画でもカメラの選び方について結構たくさん触れてきたんですけど、今回の動画は私自身も今までの経験や知識からもさらに深掘りして、様々な書籍とかブログとかもかなりの数を参考にして作成しました。この動画さえあればもう迷わない。そういうレベルを目指したカメラ選びの完全版です。最初に断言しておくと、この動画はカメラの選び方といっても、私がどこどこのメーカーのこのカメラはこういう性能があってとか、おすすめの機種を具体的に説明していったりとか、カメラの細かいスペックを提示して、これを満たすものを買ってくださいみたいな、そういったスペックの比較をしたり、選び方の正解を教えるような、そういった動画ではありません。細かいスペックを比較してカメラを購入しようとしていた方には衝撃的な内容になるかもしれません。この動画は私自身が好きなカメラを教えるような動画でもないし、今人気のカメラを教えるような動画でもありません。あなただけのカメラを見つけて写真の上達につながるためのカメラを選ぶ動画です。スペックの比較だけで選んでしまったカメラや人に勧められたカメラを何の根拠もなしに買ってしまうと、後々カメラを使わなくなってしまって必ず後悔することになります。私はカメラを始めてからの10年間で10台以上の様々な種類のカメラを使ってきて、おそらく100万枚以上の写真を撮影して、独学で本業として活動できるまでになりました。これまでにコンデジや一眼レフ、ミラーレス一眼、フィルムの一眼レフカメラ、中盤のフィルムカメラなど様々なカメラを使ってきて、自分に合うカメラが確かにあるということを実感してきました。ただそれに気づくのに多くの時間やお金を費やしてしまいました。だからあなたに同じ失敗をしてほしくないからこの動画を作っています。カメラは安い買い物ではありません。あなたにはカメラ選びを絶対に失敗してほしくないので、もしあなたが自分にぴったりのカメラを探したいと考えているなら、今回の動画はかなり重要なものになります。主に初心者の方の目線に合わせて作った内容ですが、実は中級者以上の方にも大きな気づきがある内容になっています。また動画の後半の方ではカメラの選び方やカメラの上達方法に関するとっても大事なお知らせがあるので、ぜひ見逃さないように最後までご覧ください。ではカメラ選びについて説明していく前に、まずはある規制概念を一度取り払って考えてもらいたいと思います。その規制概念とは、いいカメラ、高級なカメラがあればいい写真が撮れるという考えです。これは正直言って正解のように見えて間違いです。カメラの性能による画質っていうのは、いい写真か悪い写真かを決定づける一番重要な要素ではないです。これはカメラにある程度慣れてくると本当によくありがちなんですけど、より高性能のカメラやレンズにステップアップしていきたいっていう気持ちがどんどん強くなってきます。いわゆるカメラ沼とかレンズ沼とか言われる現象で、実際に自分も何年間も同じような経験をしてきました。カメラを始めた当初っていうのは、周りの友達とかは古いあまり性能の良くないスマホとかで撮影した写真なのに対して、自分は高性能のカメラを使って少し違った写真が撮れるもんだから、いつの間にか自分は写真がものすごく上手くなったような気がしていました。だからじゃあより高いレンズとかカメラを買えばよりいい写真が撮れるはずだと思って、どんどんいろんな種類の高いレンズを買っていました。じゃあその影響で直接的にいい写真が撮れるようになったかっていうと、別にそんなことはありませんでした。もちろん鮮明さとかノイズとかが減って、確かに画質は良くなっているんですけど、それって自分の技術の進歩ではなくて、ただカメラの技術が進歩しているだけですよね。むしろカメラの性能とか画質とかが年々良くなっていくので、後からいくらでも修正が効いてしまうので、細かい明るさの設定とか構図の作り方、被写体と真剣に向き合ったりするような、そういった写真の上達に欠かせない部分がおろそかになってしまって、むしろ逆効果になっていました。ただより高価なカメラに変えたことによって、カメラをたくさん外に持ち出したくなる気持ちがどんどん増えていって、それで写真を撮りに行く頻度が圧倒的に増えて、間接的には写真が上達していったっていう側面もあります。そもそもいい写真っていうのは人によって基準が違います。これはすごい当然のことで、あなたが生きてくる中で見てきたものや触れてきた文化、考え方や感性、そういった様々な要素によって写真を判断する材料が人によって異なります。
なのでとにかく高画質でダイナミックな写真をいい写真と思う人もいるし、一昔前のフィルムカメラで撮影したようなザラッとした雰囲気の写真が好きな人もいるし、鮮明さとかはほとんどないけど都会の裏路地を写したモノクロのスナップ写真が好きな人もいるし、いい写真っていうのは決して一つの基準に沿って測れるようなものではありません。だから高価な高性能のカメラが必要なのかどうかはあなた自身が撮りたい写真によるし、ほとんどの場合オーバースペックなことが多いです。最近ではレンズの進化とかもすごくって、もう広々と撮れる超広角のレンズとかボケがとっても強いレンズとか、そういった結構尖ったレンズが増えてきてる傾向にあるので、より簡単に刺激的な写真を撮れるようになっています。この理由はインスタを中心とした SNS の普及によって、とにかくタイムラインの中で目に留まる写真っていうのが重要視されていて、ダイナミックさとか強いボケ、びっくりするぐらい鮮やかな色合いとか、ある意味現実世界から少し遠ざかっているような世界観の方がインスタで注目される条件になっているからです。なので今一度カメラを購入する前に、自分はカメラに何を求めていて何が必要なのか、そしてどんな写真が好きでどんな写真を撮りたいのか、一度しっかりと考えてみてください。とは言ってもどんな写真が好きなのかってわからないよって人も多いと思います。その時は有名な写真家さんの写真集を見てください。できればいろんな写真集を見るのがおすすめなんですけど、結構ハードルが高いので写真家さんのインスタとかホームページを活用して調べてみてください。撮影しているジャンルとかは絞らずに、風景とかポートレートとかスナップ写真とか様々なジャンルの写真家さんの写真を見てみると、意外と自分では意識してなかったけど、あ、この写真家さんの写真の色合い好きだなとか、なんかわからんけどすごいいい気分になるなとか、この人の写真好きだなみたいな、そういった部分が見えてくると思います。ただインスタについては人気があるとかバズってるっていう部分を基準にせずに、あなた自身がなんとなく好きとかっていう、そういう感性的な部分を大事にして見ていってください。あなたが何を撮りたいのか、カメラに何を求めているのか、そしてそのために高性能のカメラが本当に必要なのかどうかしっかりと考えてみてください。少なくとも今までの歴史上で活躍してきた写真家さんっていうのは、どんなカメラを使っても多くの人の心に残るような写真を撮ってきています。ちなみに私もここ2年間で撮ってきた写真の中で一番気に入ってる写真っていうのは、中古で買った4000円のコンデジで撮った写真だったり、4010年前の中古のフィルムカメラで撮ってきた写真がほとんどです。いい写真にいいカメラっていうのは必ずしも必要でないっていうことをしっかり念頭に置いて、これからのカメラ選びの3ステップに進んでいってください。カメラを選ぶにあたって3つのステップを準備しました。この3つのステップを進んでいけば、自分が買うべきカメラが見えてくるはずなので、しっかりと1つずつ進んでいってください。1つ目のステップはカメラの種類を決めることです。候補となるカメラの種類は基本的に3つに絞られます。一眼レフとミラーレス一眼とコンデジの3つです。聞いたことあるっていう人も多いと思います。ただ何が違うのと聞かれたら意外と答えられない人も多いと思うので、この3つの違いについては必ず理解してください。早速3つのカメラを準備しました。こちらから一眼レフ、ミラーレス一眼、コンデジです。まずこれらのカメラの共通点っていうのは、名前にデジタルっていう言葉が入っています。なのでこれらの3つのカメラっていうのは SD カードなどのデジタルメディアに写真を記録するデジタルカメラです。次にこれらの3つのカメラの違いを説明していきます。まずこれら3つを2つのグループに分けることができます。こちらの一眼レフとミラーレス一眼のグループとコンデジのグループです。この2つのグループには2つの違いがあります。1つ目は大きさです。コンデジはもうその名の通りコンパクトなデジタルカメラです。そしてもう一つの違いがあまり理解できない人が多いんですけど、それはレンズ交換ができるかできないかという違いです。基本的にコンデジというカメラはレンズ交換ができません。でこちらの2つはレンズを取り外して違うレンズに変えることができるカメラです。この2つはレンズ交換ができるので名前に一眼っていう言葉が入ってます。レンズ交換ができないと何が変わるのかっていうと、撮れる写真の幅が大きく変わります。一眼カメラというカメラはレンズ交換をすることによって風景を広く撮れる広角のレンズにしたり、ものすごく小さなマクロの世界を映したり、遠くのものを大きく映すことができるようになります。もちろんコンデジの中にもマクロ機能とか望遠機能が備わっているものもあるんですけど、やっぱりこっちの一眼カメラの質にはかなわないです。コンデジはこういった大きなメリットを削ることによってカメラを小さくしてレンズ交換の手間とかも省いた超手軽なポケットサイズのカメラです。
次に一眼レフとミラーレス一眼の違いです。この2つの違いは中に鏡があるかないかの違いなんです。どういうこと？鏡が中に入ってるって何？みたいな感じだと思うんですけど、カメラの内部を見てもらえれば一目瞭然です。一眼レフの内部には写真を記録するためのセンサーと呼ばれる部分の前に鏡が1枚入っています。この鏡はレンズから入ってきた光を反射してファインダーで直接見れるようにするためのものです。一方ミラーレスカメラの中には鏡がなくて直接センサーが見えている状態です。この違いっていうのはシンプルに技術の進化によるもので、鏡を使わなくてもレンズで見ている景色をファインダーに映し出すことができるようになったカメラがミラーレスカメラです。ミラーレスのファインダーは入ってきた光が直接見えているわけではなくて、ファインダーの中に小さなテレビみたいなものがあって、それを覗いているような状態になります。この構造の違いによってミラーレスカメラは大きなメリットを獲得しました。それはカメラのサイズと重さです。鏡が入っていたスペースっていうのがミラーレスでは丸ごとなくなっている状態なので、カメラの本体が小さくてより軽くなっています。もちろんミラーレスが開発された当初はデメリットっていう部分もありました。例えばバッテリーの持ちが悪い、連写が遅い、ファインダーの映像にタイムラグがあるなど、こういった問題がありました。でもここ数年で発売されているほとんどのミラーレスカメラではこれらの問題をほとんど解決しているので、今ではもう安心してミラーレスを買える時代になりました。そしてミニマリストとかっていう言葉が流行ったり、スマホを中心にカメラのコンパクト化っていうのが進んでいる今の時代では、一眼レフよりもミラーレスの方が売り上げがどんどん上がっています。それぞれの特徴を整理していくと、一眼レフは昔からあるカメラなのでデザインが無骨なものが多いです。また基本的に重さや大きさもある程度あるので、パワーのある人や手の大きな人っていうのは逆に持った時にしっくりくることが多いです。また無骨なのはデザインだけではなくて、やっぱりミラーレスカメラと比較してファインダーをはじめとしたこういうデジタルな部分が少ないカメラになっているので、実際に丈夫なカメラっていうのが多いです。そして重要なのはファインダーの違いです。レンズから入ってきた光がそのままファインダーで見えるので、よりこうリアルに見えるというか感性的に扱える部分が大きいです。実際に写真家さんの中にはそういった感性的な部分を重要視して未だに一眼レフを使い続けている人は結構多いです。自分自身もクライアントワークの時はミラーレス、作品撮りの時は一眼レフと使い分けたりしています。ミラーレス一眼は一眼レフと比較して何よりも軽量でコンパクトです。やっぱりこれがミラーレスが人気になった一番の要因です。やっぱこのスマホがね当たり前の時代になって、カメラに対する価値観っていうのも大きく変わりました。もう今やカメラは全員が持つ時代になっているし、写真を撮ることに対するハードルっていうのはめちゃくちゃ下がってますよね。だからその流れに乗ってミラーレスカメラっていうのもすごく人気になりました。もう一つのミラーレスの大きな特徴っていうのは撮影が簡単になったことです。この理由っていうのはファインダーにあります。一眼レフっていうのはレンズで入ってきた光がそのまま見える状態なので、このカメラの設定を変えてもファインダーで見えてる景色っていうのは何も変わりません。でもミラーレスカメラっていうのは撮影した設定っていうのがそのままファインダーに反映されるので、写真を撮る前にどんな写真が撮れるかっていうのが分かるんですよ。やっぱこれって初心者の方にはめっちゃありがたいことなので、カメラを操るハードルっていうのがまたグッと下がりました。最後にちょっと分かりやすくこれらの3つのカメラを車に例えてみると、一眼レフは丈夫で無骨なランドクルーザーみたいな感じ、ミラーレス一眼はそれよりもコンパクトで乗りやすいプリウスみたいな、コンデジはコンパクトで乗り回しの効くタント、そういったイメージかなというふうに思います。はい、これら3つのカメラの違いってのは理解できたでしょうか。まだ選びきれないという声も聞こえるので、こんな人はこれにしようという具体例を紹介していきます。まず特に撮るものが固定していなくて、風景とか人とかペットとか日常風景とかを何でも撮影していきたいっていう人はコンデジかミラーレス一眼にしましょう。日常使いのカメラに求められる優先順位っていうのはとにかくコンパクトさです。あなたのライフスタイルの中でいつカメラを持ち出すのかをしっかり考えて、携帯性を重視するならコンデジ、もうちょっと大きくても大丈夫っていう人はミラーレス一眼にしましょう。外に持ち出すのが億劫になってしまうようなカメラを買っちゃうと本当にカメラを使わなくなります。そのカメラが毎日持ち運べるサイズなのかしっかりと確認してください。特に女性の方は長時間カメラを持つと結構疲れるので、1台目にコンデジはとってもおすすめです。
次に乗り物とかスポーツ、野生動物、そういった遠くから撮る必要があるものを撮りたいと考えているなら、望遠レンズに交換できる一眼レフかミラーレス一眼を選びましょう。こういった写真を撮るのに求められるのはレンズのバラエティと性能とサイズです。こういった被写体は動きが速いので、やっぱりある程度の性能がないとそもそも写真が撮れない、手ぶれしてしまう、ピントが合わないっていう、もう自分の技術ではどうにもならない部分が出てきます。なのでこういった場合はカメラの性能っていうのもある程度注目するようにしましょう。最終的にどっちにするかはカメラのサイズで決めましょう。基本的にレンズのサイズもカメラのサイズに比例して大きくなるので、一眼レフに望遠レンズをつけるとかなり重くなります。軽さはかなり重要なので、一眼レフにするべき決定的な理由がない限りミラーレス一眼にするのがおすすめです。風景写真をメインに撮りたいと考えているなら、基本的にミラーレス一眼がおすすめです。風景写真に求められる優先順位はレンズのバラエティとサイズと性能です。風景写真を撮る人っていうのはアウトドアの中で使うことが多いと思うので、サイズっていうのはかなり大きなメリットになります。ものすごく過酷な環境で使うみたいな一眼レフにするべき決定的な理由がない限りミラーレス一眼がおすすめです。そしてやっぱりミラーレスの方が軽くて簡単に写真が撮れるので、初心者の方には特におすすめしたいです。ポートレート、つまり人物写真をメインに撮りたいと考えているあなたは基本的にミラーレス一眼がおすすめです。ポートレートに求められる優先順位はレンズのバラエティとボケ感と性能です。もちろんコンデジでポートレートを撮るのも全然ありなんですけど、やっぱりレンズの種類の幅とボケ感が大きく変わるので、バラエティ豊かな人物写真は撮れないです。また魅力的に感じる人物写真っていうのにボケの強い写真っていうのがあります。レンズ交換できるカメラだとボケの強いレンズっていうのがあるので、こんな写真を撮りたいと考えているならばミラーレス一眼にしましょう。コンデジのコンパクトさと天秤にかけて優先順位をつけてください。街中のストリートスナップをメインに撮りたいと考えているあなたはコンデジか小さめのミラーレス一眼がおすすめです。スナップ写真に求められる優先順位はサイズとこっそり写真を撮れるっていう部分です。なのでカメラ本体がでかかったりレンズも大きかったりする、そういった目立ったカメラっていうのはあまり好まれません。小さくて目立たないカメラっていう風になるので、この2択かなっていう風に思います。ミラーレス一眼の中には大きなカメラっていうのも意外と多いので、サイズ感をちゃんと重視して選びましょう。はい、ステップ1いかがだったでしょうか。写真を撮るといってもこれぐらいたくさんの多様性があります。あなたは何が撮りたいのか、そしてどんな場面でカメラを使うのか、その辺をしっかりと想像した上で一眼レフ、ミラーレス一眼、コンデジのどれにするか一つにちゃんと絞ってから次のステップに進んでください。では次は2つ目のステップです。次はどのメーカーにするか決めていきます。このステップが今回の動画の中で一番重要なステップになります。じゃあとりあえず各メーカーの性能を教えてよと、そう思うかもしれません。でも性能の話は一切しません。は？なんで？性能を知らずにカメラを買うとかおかしいでしょ。そういった声も聞こえてきます。なんで性能を無視するかっていうと、初心者の人にとってはほとんど大した差がないからです。基本的に今販売しているカメラメーカーっていうのはどのメーカーも素晴らしくて、ここ数年発売しているカメラにはほとんど大した性能の差はありません。厳密に言うともちろん差はあるんですけど、初心者の方が気にするほどの差はないということです。デジタルカメラの性能っていうのは本当にここ10年くらいで目覚ましく成長しました。じゃあ10年前は知ってんのかよって話なんですけど、実際フィルムカメラってすごい昔から何年も何年もみんなに楽しまれてきましたよね。でもミラーレスカメラが登場してからやっぱりすごい競争も激しくなったし、何よりスマホが登場したことによってカメラメーカーっていうのもすごい危機感を感じて、よりスマホと差別化していこうとか、そういった動きがやっぱ強くなってきて、カメラの機能っていうのが本当に進化しました。実際に10年前ぐらいに発売されたキャノンのもうプロ用のカメラで 5D Mark II っていうカメラがあったんですけど、実際に今このカメラの性能を見てみると本当に今発売されている5万円ぐらいのカメラの性能と大して変わらないんですよ。それぐらいここ10年でカメラっていうのはすごい成長を遂げました。だからいくら初心者の方が性能を細かく見ていって比較していったとしても、その性能の細かな違いっていうのがあなたがカメラを決める決定的な要因になることはほとんどないです。じゃあ何を基準にメーカーをカメラを決めていくかっていうと、カメラの見た目、デザインと第一印象、フィーリングの部分で決めてください。わかりやすく言うと、見た目が好きで持っていて気持ちが良くて
テンションの上がるメーカーにしてください。ここが本当に重要で、今までの動画でも何度も何度も説明してきました。カメラ選びっていうのはスペックに現れない部分が重要なんです。これ例えば車選びに例えてみましょう。車を買うときって一応排気量とか燃費とかそういったスペックを見はするんですけど、最終的な決め手ってデザインが好きとか、ハンドルを握った感触が好きとか、座った感覚、運転している感覚が気持ちいいとか、そういった部分で決めませんか？もう車が超大好きでめっちゃ詳しくてすごいこだわりたいなんていう人だったら、まあそういったね細かなスペックっていう部分も考慮に入れると思うんですけど、それでもやっぱ最終的な決め手ってフィーリングとか見た目になってくると思うんですよ。カメラもそれと全く同じで、自分の感性にフィットすることが一番大事です。自分もカメラを選ぶときっていうのはカメラのデザイン、見た目が一番大事で、次に握った時の感覚、ファインダーを覗いた時の感覚、そしてシャッターを押した時の気持ちよさ、こういった部分を中心に決めています。だからネットに転がっている情報を見ながらスペックを中心にカメラを決めるのではなくて、カメラ屋さんに行ってカメラに触れることを大事にしてください。そして好きなメーカーを一つに絞ってください。やっぱりメーカーごとにカメラのデザインとかグリップ感、シャッター音などは全く違います。もちろんこれはカメラの種類とか価格帯によってもある程度変わってくる部分です。とは言ってもどんなカメラメーカーがあってどんな違いがあるのかやっぱりわからないですよね。なのでよりメーカー選びを簡単にするために、主要なカメラメーカーのデザインと感覚的な特徴っていうのをまとめてみました。初心者さんは今から説明する7つの主要メーカーさんの中から決めていってください。キャノンさん、ニコンさん、ソニーさん、富士フィルムさん、そしてオリンパスさん、パナソニックさん、リコーさんです。あくまで感覚的な部分っていうのは自分の主観がもちろん入っているので、最終的にはあなた自身の感覚を大事にしてください。キャノンさんはかなり歴史あるメーカーでユーザー数は一番多いです。無骨かつ丸みのあるデザインで、赤色がコーポレートカラーです。結構カメラに特化したメーカーなので、持った感覚を大事にしてくれている印象があります。自分も最初に買ったカメラはキャノンの一眼レフです。ニコンさんはキャノンさんと似ていて無骨なデザインで、黄色がコーポレートカラーです。プロ向けのカメラに昔から力を入れていて、こだわりの強い老舗店みたいな印象です。手に持っただけでカメラの頑丈さを感じることができます。ソニーさんは上記の2つよりかはカメラの歴史は浅いメーカーなんですけど、ミラーレス一眼をより早く世の中に送り出した先見性のあるメーカーです。ご存知の通り家電とか音楽機器も作っているので、カメラに先進的な技術をよく導入してくれます。見た目も先進的で角張っていて、結構新しいもの好きに好まれる傾向です。自分は5年ぐらい前からメインで使っています。富士フィルムさんは昔のフィルムカメラを彷彿させるようなデザインで、ちょっとレトロなものが好きとかシンプルなものが好きみたいな人に好まれる印象です。黒だけじゃなくてシルバーのカメラも多くて、なんかおしゃれですよね。富士フィルムのシャッター音が好きっていう人も結構よく見かけます。個人的にはデザインだけで言えば一番好きなメーカーです。オリンパスさんは富士フィルムさんと比較的似ている印象なんですけど、よりアウトドア志向の強いデザインで実際に頑丈なものが多いです。個人的に自分がもしメーカーを乗り換えるならオリンパスさんにすると思います。パナソニックさんはカメラメーカーとしては少しマニアックです。ソニーさんと同じく家電メーカーなのもあってか、少し先進的なデザインが多いです。イメージ的にはソニー×富士フィルムみたいなデザインです。特に動画機能に優れたカメラが多くて、そこで差別化を図っている印象です。リコーさんは聞いたこともないって人結構多いと思うんですけど、かなり歴史のあるカメラメーカーで、ペンタックスっていうカメラブランドはフィルム時代にすっごい人気がありました。未だに写真家さんでペンタックスのフィルムカメラを使う人は結構多いです。店頭に並んでいる数は少ないと思うんですけど、独特なフォルムをしているものが多いです。ちょっと人と違うものを選びたいっていう人はいいかもしれないですね。こんな感じでメーカーごとにカメラの違いってだいぶ変わります。握った時の感触とか、ファインダーを覗いた時の感覚とか、このシャッターを押した時の心地よさ、そういった他にも大事な要素ってたくさんあるので、実際に触って確かめてみましょう。また同じメーカーでもやっぱり価格帯によってシャッターの感覚とか本体の質感とかは大きく変わってくるので、安価なカメラから高価なカメラまで全部一通り触ってみると違いが分かってくると思います。5万円くらいのカメラでいいかなと思ったけど、なんか触ってみると全然満足いかないっていう時とかは、ちょっと予算を足してみるのもありかもしれないですね。さて、どのメーカーにするか決まったら最後のステップに進みましょう。ここまででどの種類のカメラにしてどのメーカーにするか決まったはずです。例えばキャノンの一眼レフにしようとか、ソニーのミラーレス一眼にしよう、リコーのコンデジにしようといった具合に決まってると思います。最後のステップは
予算を絞りましょう。予算を絞って一番気に入ったカメラを買いましょう。予算を決めるポイントはたったの2つです。1つ目はカメラの将来性です。3年から5年先まで使うことを想定して予算を組んでください。カメラっていうのは消耗品です。使っていれば当然傷や汚れもつくし、撮れる写真の枚数に上限もあったりします。だから数年後に買い替える可能性があるっていうことをしっかりと頭に入れておいてください。とは言ってもカメラっていうのは写真を撮るための道具なので、使わないと全く意味がないものです。もちろん展示するためにカメラを買ったっていう人は別ですけどね。今から自分が買おうとしているカメラは自分が毎日持つものということをしっかり意識して予算を決めてください。毎日持つものなので必ず気に入ったものを買ってください。頻繁に自分が持つものなのでちゃんとお気に入りのものを買ってください。とりあえず安いものを買っとこうっていう認識だと、もうほとんどカメラを使わなくなって、もう棚の奥の方でほこりかぶってるみたいな状態になっちゃいます。だから安物買いの銭失いっていう状況は絶対に避けてください。大体の予算の目安は、写真を本気で始めたい、プロを目指したいなんていう人はだいたい20万円以上かなっていうふうに思います。で、趣味として始めたい人はだいたい月の手取りの5から7割ぐらいがいいかなっていうふうに考えました。お金にあんまり余裕のない学生さんなら5から8万円くらいかなっていうふうに思います。予算を絞る2つ目のポイントは予算の割り振り方です。予算が10万円だからといって10万円のカメラを買うのは大きな間違いです。カメラっていうのはカメラ本体だけでは写真を撮ることができません。 SD カードがないと写真を記録もできないし、一眼カメラはレンズがないと写真を撮れません。しかもクリーニング用品とかカメラストラップとかその他いろんなアクセサリーが必要になる可能性もありますよね。なのでカメラとレンズ、そしてその他のアクセサリー、その辺を考えた上で予算を割り振りましょう。今回私が初心者の方にとってのカメラの予算の黄金比を考えました。カメラに 5.5 割、レンズに3割、アクセサリーに 1.5 割で予算を組んでください。例えば一眼レフカメラを買う予定で予算が15万円の人は、カメラの本体、ボディに8万円、レンズに4から5万円、その他 SD カードとかカメラストラップなどのアクセサリーにだいたい2万円程度という分け方です。カメラ本体と一緒にレンズが付属するレンズキットの場合だと、レンズキットに12から13万円、アクセサリーに2から3万円といった割り方です。で、コンデジの購入を考えている人はレンズが必要ないので、カメラに12から13万円、アクセサリーに2から3万円といったのが妥当かなと思います。もちろん SD カードだけを買えばとりあえず写真は撮れるのでアクセサリー分の料金は減るんですけど、個人的には自分のお気に入りのストラップを買うのがおすすめです。この黄金比を使って今一度自分の予算の中でカメラの本体にお金をどれだけ使えるのか考え直してください。はい、ってことでここまでステップを進んだことでカメラの種類とメーカー、そして予算が決まってきたと思います。どうでしょう、ここまで来るとかなりカメラが絞られてきたと思います。ここまで来たらもちろん店舗で直接購入するのもいいんですけど、やっぱりお住まいの地域によっては販売されていないカメラっていうのも結構あります。なので一度ネットで検索をかけてみましょう。使うのは価格 .com です。実際にホームページの画面を見ながら説明していきます。価格 .com を検索してもらうとカメラの項目が出てくるので、そこをまずクリックしてください。次に左側の項目からコンデジ、ミラーレス一眼、一眼レフのいずれかを選択してください。次はメーカーの選択です。左側の項目の中にメーカーという項目があるので、ステップ2で決めたメーカーをクリックしましょう。この時点でかなり選択肢が絞られてきましたね。最後に予算を絞りましょう。ただここで注意してもらいたい点が2つあります。1つ目はカメラ本体の予算を例えば8万円と絞っていたとしても、価格帯を結構広めにして検索してください。というのも本体並みの価格の場合とレンズとセットの価格の場合の2つがあるので、どちらも検索に引っかかるようにするためです。一応ボディだけを選ぶっていう選択項目があるんですけど、それで絞られすぎて選択に引き込まれないボディとかも入ってくる可能性があるので、ここはあえて選択しない方がいいかなっていうふうに思います。2つ目に注意してもらいたい点は、新品価格で絞られてしまうので中古の価格が無視されてしまうというところです。中古で買うっていう選択肢もなしではないので、中古価格で予算内に収まる可能性はあります。だいたい予算8万円とかで考えていた場合だと6から15万円ぐらいの結構広めの価格帯で検索
索してください。実際にキャノンのカメラで検索をかけてみました。ちゃんとチェックすべきところはレンズがついているかついてないかっていうところですね。ボディとレンズそれぞれの予算があなたの中で決まっていると思うので、それとちゃんと見比べて決定していきましょう。もちろん中古っていう選択肢もあるのでその辺もチェックしておきましょう。中古カメラの選び方と買い方については別の動画で詳しく説明しているので、中古の購入を考えている方は必ずチェックしてから購入してください。はい、いかがでしょうか。ここまでのステップで多分5台から10台ぐらいのカメラに絞られてきたと思います。最初は何の種類のカメラでどのメーカーにするかも決まっていない状態だったんですけど、これだけの台数に絞ることができました。あとは個別にそれぞれのカメラを公式のホームページとかで見ていってもいいんですけど、そうやって調べていくうちにスペックの沼にはまることがあるので気をつけてください。ほとんどの比較サイトや公式ホームページでは細かいスペックとか画質の微妙な違いとかかなりマニアックな比較がされていることがほとんどです。こうなってくるとさらに迷ってしまうばかりか、自分がいいと思って選択してきたカメラがやっぱり上位の機種と比較されてしまうことによって魅力的に見えなくなってしまう恐れがあります。だから最終的には自分の感性フィーリングの部分を信じてください。あなたが気に入ったカメラなんだから毎日でも持ち歩きたくなるはずです。そうやって毎日持ち歩くようになればカメラは必ず上達します。カメラは写真を撮るための道具でしかないので、大事なのはちゃんとカメラを使ってあげることです。使っていくうちにちゃんと愛着が湧いてきます。自分も10年前に最初に買ったこのカメラっていうのは愛着が湧いていて今も売らずに持っています。そしてこれは何度も言いますが、いい写真っていうのはカメラに依存しません。私は学生の時に当時の自分にとっての大金を払ってこの一眼レフを買いました。6万円くらいだったし、特別にスペックが高いカメラではありませんでした。ただめっちゃバイトを頑張って貯めたお金で買ったカメラだったので、とにかく使い倒してやろうと思って日本中いろんなところを出かけていきました。というよりこのカメラが日本中いろんなところに連れてってくれました。そのおかげでカメラもだいぶ上達して、カメラを購入してから3年後に友達と2人で開催した個展では2日間で300人以上の人たちにご来場いただいた上に、展示していた10枚以上の写真は全て売れて利益まで出すことができました。人に感動してもらえる写真っていうのはそのカメラのスペックではなくて、あなた自身の経験や技術、そして写真に込めた思い、そしてその写真が撮れるまでの裏話やストーリーだったりします。だからカメラを頑張りたいと思っている学生さんとか若い人、予算がどうしてもなくて高いカメラが買えないからといって悲観する必要は1ミリもありません。ほんとたまになんですけど、無駄に何のカメラを使っているのか必要に聞いてきて、その人自身が高いカメラを使っていることでマウントを取ってくるような人もいるんですけど、そういった意見っていうのは完全に無視して大丈夫です。荒木信義さんや森山大道さんみたいな、そういった日本で名を残している写真家さんや近年大活躍している蜷川美香さんでさえ使っていたカメラは10万円以下で買えるようなカメラだったりもします。特に最近のカメラ市場っていうのは高額かつハイスペック路線っていうのですごい盛り上がってます。50万円以上だけじゃなくて100万円以上のカメラとかも結構ザラにあるし、5000万画素とか1億画素とかの日常的にも使いようのないようなスペックのカメラもあります。そういったでかい市場の流れにあまり流されずに、自分の予算の中で頑張って買えるくらいの金額で大丈夫です。自分の感性にフィットしたあなただけのカメラ選びができることを祈っています。最後に重要なお知らせです。今日の動画を見てもどうしても迷いすぎてカメラを決めきれない、もしくはカメラがたくさんありすぎて選ぶのがめんどくさい、そして敬語の具体的な一押しのカメラが知りたいと思っている人も結構いるかもしれません。なのでこれらの問題をたったの30秒で解決できる診断ゲームを私の公式 LINE で期間限定で無料公開しています。2017年以降に発売した全200種類のカメラの中から私が厳選していたものになっていて、カメラ選びにとにかく迷っている人には必ず役に立つ内容になってます。その他にもこの公式 LINE では YouTube の中では紹介できないような有料級のカメラ学習コンテンツを随時更新していく予定です。最速で効率よく本質的にカメラを上達させたいと考えているのであれば、今のうちにこの動画の概要欄から登録してください。この動画とっても長い動画になってしまったんですけど、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画を作るのに2週間から3週間かかってしまったんですけど、カメラを今から始める人の気持ちを自分の経験からも考え抜いて魂を込めて作った動画です。役に立ったよって方はカメラマークでも送ってくれれば最高に嬉しいです。次の動画もぜひ楽しみにしていてください。写真は自由だ。